えー、今日からチクジゲームを始めますでこれまでのゲームとの違いからいきましょうでこれまでのゲームどんな特徴があったかというとすべ、えー、てのプレイヤーが他のプレイヤーの行動を知らずに自分の行動を決めるとそういうゲームでしたね でそれを同時手番ゲームと言いましたよと。で、えーまあ、ある状況ではまあそれでもまあいいんだけど、まあ、例えばじゃんけんなんてそうだし、まあ、スポーツなんかもそういう状況多いですね。ですが、まあ、そういう状況ばっかりじゃないよと。えー、例えばですね、えー、ある土地に、えー、コーヒーショップを出店することを考えている人がいるとしましょう。 でこの人が考えるのはえ既にコーヒーショップは出店されているかとかえ他の、ね、人つまり他のプレイヤーがすでにどういう行動をしたかという点気にするでしょうねまたそれだけじゃなくて自分が店を出しましたとそうした後で他の人はどうするんだろうかと他のコーヒーショップ経営者はねもしかしたら隣に こういうショップを立ててくるかもしれないですね。ということで、こうやって、えー、自分が、えー、ある意思決定をした後で、他の人がどう行動するかとかを考えるわけですね。で、他にこんな状況もありますね。まあ、これまでにやった例で、えー、ある共有地に牛を連れてくると、えー、連れてこようか連れてくるのをやめようかと。 検討している牛飼がいたとしましょうで、この人は牛を連れてくるかどうか考えるときにすでに他の牛飼いが何人の牛飼が牛を連れてきているかというのを気にするでしょうねというのもそれ次第で自分の牛が食べれる草の量変わってきますよねですから当然牛の体重も変わってくると でまたそれだけじゃなくて過去の他のプレイヤーの意思決定だけじゃなくてじゃあ自分が牛を入れた後他の人はどうするんだろうかとでそれも大事ですよねっていうのも自分が例えば独占して草食えると思ったら他の牛飼いもいっぱい連れてきちゃったとなったら損しちゃいますよねということで他の人がどう行動するかも考えた上で自分の意思決定しなきゃいけないというわけですね で、他に同時手番ゲームでやった例で、このゲームも、え築、ー、地手番の方が適切かもしれないですね。それは、例えば、ある海岸のどの地点にアイスクリーム屋さんを出店するかと、検討しているとしましょう。で、そしてどこに出すか考えるときには、すでに別のアイスクリーム屋さんが出店してるかもしれないですよね。その人は、どこに出しているかと、 それに応じて自分の出す、えー、自分分のの出出すす店をを変えるでしょうねまた例えばまだ誰も出してなくて自分が最初に出店するとしてもちゃんとその時点でどれが得するかだけじゃなくてそれ自分が店を出した後に他の人がどこに店を出すか考えなきゃだめですよね他の人はも,もしかしたら新規参入してくるかもしれないとだから他の人の手を予測した上で意思決定しなきゃいけないと。 と,いうことで、まあ、同時手で番で、まあ、話をシンプルにするのもいいんですが多くの戦略的状況では、まあ、戦略的状況というのは自分の利得幸せ度合いが自分の意思決定だけじゃなくて他人の意思決定によっても決まってくるという状況ですねで。そういう戦略的状況の多くでは今見た例みたいに次の2つのことをコールに入れた上で自分の意思決定しなきゃいけないんですね。 で一つは過去に他のプレイヤーがどう、えー、行動していたかというそれを見て決めなきゃダメですよね。で、当然自分の過去の意思決定も関係するかもしれないですよね。自分はすでにここに見せ出しちゃったとかね。ですからまあ依に性を過去の自分や他の人の意思決定をコールに入れた上で自分の意思決定を、うん しななきゃいけないけとまたそれだけじゃなくて自分がある行動を決めましたよとそしたらそれを見た他のプレイヤーがそれに応じて意思決定変えてくるかもしれないですよね、まあ、どうするか変わってきますよね自分の行動次第ででこういうような動的な状況のゲームっていうのは「逐次手番ゲーム」と呼ばれますよと。 えー、同時手番のダジの争いとでこの A 君と B さんのカップルがこんな計画を考えてるよと、えー、明日の夕方映画見に行くか感激するかとどちらにしようとまでは決めましたよとでどちらかにするかまで決めたんだけど、えー、どっちに来そうか予想した上で意思決定しなきゃいけないと、まあ、急に連絡取れなくなったと、まあ、携帯の電池が切れたでもマナーモードにしたままでも何でもいいですが、まあ、連絡取れなくなっちゃったよと でえー、このゲームの特徴はそれぞれどっち行きたいか違っていくんですね A さんは A 君は映画の方がいいよとで B さんは劇がいいよとでも、えー、一番最悪なのは1人で映画見るのなんて最悪なんですね1人で劇行くのもねだから別々の場所で過ごすよりも同じ場所で過ごせた方うがまあ両者リトが高いよというゲームでしたね そんで、あの、この結果どうなるかというと、純粋戦略なし金庫が2個あるって話しましたよね。映画、映画と、劇、劇と。で、他に、まあ、今後戦略なし金庫もあるって話なんだけど、まあまあ、ちょっと今後戦略は一旦忘れましょう。で、まあ、この2つですね。で、これ、同時手番の場合なんだけど、相手がどっちに向かっているのか知らないで、自分どっちかに向かなきゃいけないと。でも、こんな、ちょっとルールを変えましょうか。 蓄字手番でこの男女の争いをすることにして、えー、A 君はですね早めに仕事終わったよとで B さんはまだ仕事してますとで A 君はだから先に10位になったんで、えー、映画館に行くか劇場どちらに行くか先に決めちゃうんですねで着いた後 A 君は B さんに電話するとまあこれはあのまだ電話通じる状況でねで、えー、とちょっともう映画館来ちゃったからおいでよと。 でそれを知った B さんは映画館か劇場のどちらに行くかを決めるというゲームです。で理徳はねこれさっきと同じで、えー、両者映画に行けたら A が2で B が1と両者劇に行けたら A が1で B が2とで違うところにチャちゃった0と、まあ、これは同じとしましょうかただこれ順番がついてるのね A 君が先に意思決定してで B さんが意思決定すると。 でただこういうルール変えたらこの今までのような 2×2 の利得票 2×2 っていうのはこれが 2×2 って言った方がいいかな 2×2 との利得票とでこれでは A が先にプレイしたのか B が先にプレイしたのか分かんないですよねこれ見てもでまた B さんがどちらに行くか決めるときにはもう A さんがどちらにいるか知ってるんですよね もう電話で教えてもらってるんだよねでねでこの情報この利得表だけだと表現できないですよねだから、まあ、これちょっと書き方工夫しなきゃいけないんですねでその結果まあ仮に両者劇場に行けたとしましょうでもその同じ劇場に両者行くっていう結果を実現しても この次の2つは意味が違うんですね。それはなぜ A 君は劇場に行ったかというと、A 君はこう思ってるんですね。まあ自分が映画館に行って、B さんに連絡しても、B さん劇場行っちゃうよと。私はどうしても劇団四季見たいんだと。いうことを言っちゃうと。だから自分が映画館に行ってもこっち来てくれないから、A 君は劇場に先に行きましたよと。で、それで劇場劇場ね。 で実際 b さんもまあそう相手に言ってるんですねあの先行ってていいけど映画館に行っても私行かんからねと劇場行くか,からねとで両者そういう状況で、えー、A 君は劇場に行きました2人劇場に行きましたという話もあればまたこんなケースもあるでしょうね A 君は下側ね A 君は映画館に行って B さんに連絡したら、まあ、B さん来てくれるだろうとでもまあ自分は劇場に行って B さんと劇を見たいとでこれ全然違う話だけどこの割特票だと結局右下が起こりましたで終わっちゃいますよね。だからこれだとねあの表現不足でこの2つのどっちが起こりやすいとかそういう話をするんだけどこれだと表現力不足なんですね。じゃあ B さんは。 連絡受けた後どう行動するんだろうかというのを分けて書いてみようということで、まあ、無理やりこんなこともできますで A さんは今まで通りね映画館に行ってますか劇場に行ってますとで B さんは、えー、これ2つの可能性を考えるんですね A さんが A さんが映画館に行ったらこっち映画ね A さんが映画と した A さんが劇場に行っても劇場に行っても映画館に行くと。これが B さんの一つの戦略ね。何やろうとも私は映画館に行きますよと。で2つ目。これは A さんが映画館に行ったら映画館に行くし劇場に行ったら劇場に行くよと。同じところ行くよという。 戦略ね、でこれは、えー、ちょっと甘の弱な戦略で相手が映画館に行ったら逆の劇場に行けよとで相手映画劇に行ったらじゃあ私は映画館に行けよというちょっとひねくれた行動のパターンとで最後は相手が映画館に行こうが劇場に行こうが 関係なく私は劇場に行きますよというパターンね。で、えー、こう4つに分けると、これ同じ両方劇場に行った場合でも、この上のケースっていうのは、B さんは絶対劇場に行くんですね。だから劇劇で劇場に行きました。これはこのケースですね。両者劇場で会えたんだけど、 で実際使うのはこっちね。相手は劇場行ってから劇場行きましたと。でも映画館行ってても劇場行ってますよと。まあ怒らなかったケースなんだけど。これだし、下側のパターン。これですね。A 君が映画館に行って、映画館にいるよって B さん連絡したら B さんは映画館に行くだろうと。でも A 君は劇場に行って、電話して B さんは劇場に来ましたよと。いうことで、これはここかな。 相手が映画館行ったら映画館来てくれるし劇場行ったら劇場来てくれるしということで B さんは A 君の行くところに行くんだけど劇場行ったから劇場行きましたよと。いうことでまあこれ違う状況は、まあ、こうやって無理やり書けば確かに表現をできるんですねで B さんはこの4つの中から1個選んで A さんもどれか2つの中から選んででこれが実現しますよとか書けるんだけど ちょっと分かりにくいですね、これ時間的な流れがあまり、えー、書かれていなくて。ということで、じゃあ分かりやすい手法いきましょう。で、蓄字手番ゲームで扱われる状況っていうのは、まあ今みたいにね、えー、利得票を使って、えー、相手はこっち行ったらこう来るだろう、こっち行ったらこう来るだろうとか、そういう組み合わせとして戦略書くよりも、えー、ゲームの機という道具を使った方が、 見た目も分かりやすいし、理論の予測もしやすいよと。で、これを実際に、えー、蓄手番の、え、男女の争いの例を使ってゲームの記を書いてみよう。で、こんな感じですね。で、まずですね、まあ、これ最初、どっからスタートするかっていうのはいろんな流儀があるんだけど、ここではこの白丸で書いてます。白丸がスタートポイントですよと。 でここで A さんが決定するんで A さんは2つの選択肢がありますよと。でこの選択肢をこう丸から伸びる枝によって、向きのある枝によって書いてるんですねで。映画館で待つとこう上に行くんですね。映画館先行ってね、待つと。で劇場で待つが下側ですね。 で、今度 B さんはもしも A さんが映画館に行ってる場合に映画に行くのか劇場に行くのかとこの2つ選択肢ありますよねそしてもしも A さんが劇場に行った場合に映画館に行くのか劇場に行くのかということですねで利得ですが両者映画館行けたら21とこれ同じですよね先と。 両者劇場行けたら12とあこの左側が A さんね A さんの利得右側が B さんの利得とほんで両者違うところっちゃったら 0, 0ですよというふうにして書けますよねでこれであの誰がどういう順番で行くか分かりやすいし全部の、えー、状況を記述できますよね B さんはどそれぞれどう,いうするつもりだったのかというのが書けると。 ちなみにですねだからこれ、えー、と B さんの戦略こっちこっちというのがこれですよねこれに該当するとで映画劇これが2個目ですねこれでで劇映画が劇映画で最後劇劇が これですねということで、まあこう、でもこっちより、こっちの方が分かりやすいですよね。で、これを、まあ、ゲームの木と言いますよと。あ、そんでね、この B の意思決定するときには、この B の名前書いてあるのね、ここに。で、その丸のところに、この点と言いますが、ノートと言いますが、そこで、誰が意思決定するのかを、こう、名前が書いてあると。で、これの特徴を見ると、 えまず何がいいかというとまずこのゲームの木見たら先に意思決定するのは A さんですよっていうのは分かりますよね。っていうのはスタートポイントこれ白丸で表してるんでねそこに A って書いてあるんで A さんがまず意思決定しますとそして B さんは A の意思決定結果を知った上で自分の意思決定をすることこれが書けてますよね映画館に行ったらどっち行くのかと。 劇場に A さんが行ったらどっち行くかということで状況に応じて行動変えられますよね。こう A が行って劇場行くとかね相手に合わせてとかこういうことで,できますよね。でまた、えー、これを書いておくと A が選ばなかった方の行動の先で B がどう行動していたはずかも表現できると。 で、これ、この話ね。えっと、同じ劇場、劇場行くにしても、2つのパターンがあるよね、と。で、劇場、劇場が実現したっていうのは、こういうわけですね。これが実現したんだけど、劇場、劇場と。でも、同じこれが実現した場合で、1、2が実現した場合であっても、その背後で、B さんは、相手と同じ場所に行くつもりだったのか、それとも何があっても劇場に行くつもりだったのか、と。 この2つ分けて書くことができますよね。ということで、えー、分かりやすいですよね。それがこの選ばなかった方の行動の先ってことね。選ばなかった方っていうのはさっきのケースの場合には、えー、映画館のですね映画,映画館行かなかったんだけど行ってたらどう行動していたはずかっていうのが2パターンあるんですね。でそれを表現できるよというわけですね。 で、また別のゲームの機能でいきましょう。まあ、これ、あのー、ピッチャーが直球投げるか変化球投げるかというのをこう、決めんですね。こっからスタートね、白丸から。で、打者は、それを見て、直球待ちするか、変化球待ちするかと決めんですね。で、これはだからね、ものすごい動体視力なんですね。えー、イチローみたいな人が、ただ天才打者と言ってますが、で、同時登番の場合には、あれはもう、 分かんないですねもう投げる投げて球が来るまでに待ちを変えるとかできないんですねもう直球待つっていうのらもう直球目がけてブンと振るとですからまあこのケースの場合には相手がどっちに来たか次第でどう行動するかっていうのが打者がね変わってくるんですねというのがこの例で、まあ、当然この予想したやつ通り打てば右側が打者ね位置得られて違う方困っちゃったら空振ると。 でこれもこっち行って違う方向を待ったら空振ると。で投げた球通り予測すれば打てるよと、まあ、こんなケースですね。ということでこのゲームの木なんだけど、まあ、どういう特徴があるかというとまずゲームの木というのは枝によって結ばれた点で表現されますよと。 で枝っていうのはこの棒ね矢印ですね。えーまあ、矢印の先っぽ、これ書かないケースもあるけどね、この先っぽのこの矢印の部分ただつなぐ場合もあるけれども、まあ、これが枝ね。で、まあ、こ,こっちが根、ね、っこって考えれば木みたいですよね、こう、こっちが上で。えー、枝によって結ばれた点で表現されますよと。 点っていうのはまあこの黒丸白丸ですねで枝と点には次に以下に列挙するようなルールがありますとまず点にはゲームの開始場所を表す初期点が一つだけありますよとでこの例の場合に白丸で書いてますよね確かに野球のケースも白丸一個ありますよね でまあ、あの黒丸で書いてここがここからスタートですよとかねこう書くやつもあるけども、まあ、ちょっとこの授業ではこの白丸で書いてますこれもね1個映画館のケースも1個白丸ありますよねでこれスタート地点ですよとで、えー、点には、えー、ゲームの終わりを表す端点と端っこの点が複数ありますよとでこれ確かにこう4個ありますね1234と これも4個ありますよねでねこの最後の点はねこれ書かないこともあります書かないでいきなり数字書いても離島を書いてもいいよと、まあ、これあの流儀というかまあ好みですね書く点初期点以外白丸以外には一つだけ、えー、まあ直近の親になるような点がありますよということですねでこれこの点には直近の親これですよねこの点にも直近の親これですよね でこの点にも直近の親がいて、この点にも直近の親がいてで、この点には直近の親がいると、この点にも直近の親がいると。ただ、まあ、この最初の点は親がいないですよということですね。初期点はないけども、他全部親がいますよね。で、これがですね、直近の親がね、2個いたりしたらこれダメなんですね。例えばこんな感じでね、こんなんダメと。そうするとここに行くにしても、 こういうとこういうとかあったりして分かりにくいですよね。で、チョキの絵1人だから、この1個決めれば、そこまでどういったかがね、1種類決まるんですね。で、あのよく皆さん、占いの本とかありますよね。えー、なんとかですか、イエスとか、ノーとか言って。で、こうやってだわらかりして、あなたはこんな性格ですみたいな占いあるけども、あれ、ダメなんですね。だから、このゲームの木にはならないんですね。えー、どこかで合流したりしますよね。だから直近の家が1人だかかららのが人 一度分かれた間の先がどこかで再合流するっていうことはありえないんですねだからこれ家系図だとはちょっと違いますよね家系図だと親が2人いるんで一度分かれた先祖がまた合流したりするわけですよねまあ例えばね親がいとこ同士だったりしたら再合流したりしますよねで3点以外端っこ以外の点からは向きのある複数の枝が伸びて別の点へとつながるよと、まあ、これは別に1個でもいいんだけどねあの複数だと分かりやすいですね えー、つまりここだと2個枝が伸びてますよねこれも2個伸びてると2個である必要はなくて1個でも3個でも100個でもいいんだけど無限語でもいいんだけどまあこう分かれてるよとただまあ最後の点はもうこれでおしまいなんでここから伸びる枝はないんですねで点から伸びる枝はその点で選べるコードを表すとこれね、えー、こう直球待ちとか変化球待ちとか それ選選ぶんですね。私が選ぶと。これだったらどこで待つかを A が選んで電話を受けてどっち行くかをこう決めるんですね。でどの端点端っ個の最後の点も、えー、初期点からそこに至る経路が一つだけあると、まあ、履歴といったりパスと呼んだりしますがでこれね親が一人なんで必ずこうそこに至るにはこう。 1>, 1個、初期点に至る1個のルートがあるんですね。この探偵だとこうだし、こっちだとこうだし、ここだとこうだし、ここだとこうここと,こうということですね。で、最後、えー、端っこの点には、そこに至った時の各プレイヤーの利得が書かれますと。これね、えー、これの場合、左が投手で右が出しちゃうと。 で、この利得なんでね、あの利得っていうのは、あの、現金と違って、まあ、こういうように変換された値ですね。ですから、まあ、ランダムに選ぶとなってくると、それを期待したらいいんだけど、まあ、そこまでちょっと、残り2回でできるかわかりませんが、これが、まあ、ゲームの木の特徴だけど、じゃあ、これを元に、まあ、いろんなゲームの木変えてみよう。で、企業が新規参入するという設定を考えます。 新興企業、新しい企業がある市場に参入するかしないか決定すると。で参入した場合にのみ既存の企業は争うか争わないかを決めると。まあ、争うっていったら例えば価格競争するとかね、そういう例ですね。で利得は新興企業既存企業、業既存の順で、 新規参入しないと進行が0まあ現状維持ですからねゼロと既存は2位設けてるんですね今相手がいないとで新規参入した後戦うと争うと進行企業は大きなダメージを受けると値下げ競争を仕掛けられてねでも既存の企業もうちょっと痛手音ですねで新規参入されて もうしょうがないと諦めて戦わないと新規企業は、えー、儲かるんですね適宜企業も儲かるんだけど相手の参入を防いだ方がましなんですねという設定を書いてみようでまず新興企業が参入するかしないかを最初に決めますよねですから、えー、ここで新興企業は 参入するかあごめんなさいしないかするかをこう決めるとで参入しなかったらおしまいですと申企業を設けられないで既存の企業が儲かるよとで参入した後は今度は既存企業の番です手番ですで争うか争わないかと2つ選択肢があって争ったらまあ価格競争で、えー 新規参入企業はまあ大きなダメージを受けるし自分もダメージを受けると既存企業もねでも争わないと、まあ、もう今日は分け合うというケースですねでこれでまあ、えー、書きましたね、まあ、こんな感じであの常にこう枝が、まあ、こう分かれてる必要もないんですよこれで終わってもいいんですねでじゃあ練習問題やってみようで主流枝弾による脅しというのを考えましょう でこれまず最初に A さんが1万円を B さんに渡すか渡さないかを決めますでもし渡してもらえなかったら B さんはこの手榴弾を爆発させるかどうかを決めるんですねで、えー、もしも A さんが渡したらまあそれでおしまいで A さんは1万円取られて B さんが1万円もらえますよと。 それで渡さないでそれを見た B さんは手榴弾を爆発させなかったら現状維持ね00ゼロゼロとそんでえ渡さなかったから怒って爆発させたら両頭も死んじゃうんですねマイナス無限大とじゃあこんなゲームを皆さんえ書いてみてくださいゲームの今日ねということで23分待ちますねどうぞ。 はい、えー、じゃあ答えいきましょう。でこれはまず A さんが渡すか渡さないか A さんがお金渡したら1万円取られて B さんが1万円儲かると。そして渡さなかった場合には B さんの手番になって B さんは爆発させると両者死んじゃうよと。で爆発させなければ00と。これが えー、このゲームのゲームの木ですで今度はですねさっきお話しましたがのの、えー、の共有値悲劇の話をやってみましょう今までとは違って同時手番じゃないんですね今までは一世のせいで何人かが入れるか入れないかを決めたとでちょうど何人入るよって話しましたよね3頭だっけな3頭入ってそれは牛の体重最大化してませんよって話しましたよね ですが本当かよとしかも誰が入るかも分かんないといろんなパターンありますよね3人入るにしてもより現実的に、まあ、決める順番が決まってるとしましょうで牛を連れてくるかどうかは牛飼い A がまず最初に決めて次 B 次 C 次 D とで例えばねこの国有地に、えー、牧場が近い人から順に決めるというような例ですねでこれどうなるかというのを 書いてみたのが次の表です。もう大変ですね、これ。で、これスタートしてこうね、赤の白丸ですね。で、これ今日っていうのは共有地に連れてくるっていう意味ね。で、字が自分の牧場と。で、まず A さんが決めんですね。共有地に連れてくか、自分の牧場を連れてくかと。で、そうしたらそれを見た B さんは、じゃあ自分はどうするか、共有地に連れてくか、自分の牧場を連れてくかと。 今日一に A がついてきた場合そうだし A が今日一に連れてこなかった場合も B は決めるんですねこうどっちか決めるとでそれを見て A と B の行動を見て C がどうするかをこう決めていくんですね状況のうちでねこの A と B の行動に応じてで最後 D が決めるとでこれ見ると例えばねここの最後の端点だとちょっともうこれ丸書いてないけど。 こここに至るパスが1個決まりまりすよねこう,なこうなってこうなってこうなってこうですね。でこれの場合には共有地に連れてきた牛は1頭2頭3頭4頭ですんで4頭来たら全部9 0キロになっちゃうので利得は90でとしましょう。4人ともねそんでこれが ABCD の利得ね。でまた別の例で、えー、例えば G。 a さんは自分の牧場 B は共有地 C は共有地 D は自分の牧場だったらここになってで共有地には B と C が連れてきたんで B と C は2頭の牛から120のリトを得るとこの,このケースねでこれが B と C になるとで A と D は100のままと まあこんな感じで全パターン書けますよね。16パターンの結果になるよと。でまあこれで、えー、どういう順番で意思決定したかと。でそれぞれが意思決定する時に何を見てるのかと。牛が何とすでにいるのかと。これは全部書けますよね。あそんであの日地に連れてきた牛や、えー、牛に該当する牛いの利得は赤で書いています。だから黒は100ね。100のまま自分の牧場なんでね。 でこんな例ですね。じゃあ何が起こるんでしょうかという話は、まあ、今日の授業の最後のようにやりましょうじゃなくて何が起こるんでしょうかは課題ですね。でこれの解き方はまた教えますんで。ということで、まあ、このシンプルな、まあ、これちょっと複雑だけど、まあえー、ゲームの機能解き方は分かりましたよと。で次やりたいのは情報集合という考えです。 で、例えばですね自分の手番になった時つまり自分の点になった時に自分の手番というのは自分が行動を決めるべき点ですねこの時今どの点にいるのかっていうのが分からない状況もあるんですねというのも他人がどう行動したか見えないとそういうケースもありますでそうした場合には、えー、区別がつかない点の間を点線で結ぶとでこれ例で。 同時手番の男女の争いししましょうで例えばね A さんが映画館に行くかどうか劇場に行くか決めてで B さんは B さんも映画館に行くか劇場に行くか決めなきゃいけないんだけどこのどっちにいるか分かんないんですねつまり A さんが劇場に行ったのか映画館に行ったのかと分かんないから分かんない点同士を点々で結んでこれは B さんは区別がついてませんと。 それで、えー、区別つかないから、映画館に行くか、区別つかないんでね、あの、どっちに行くかに応じ変えられませんよ、こ,こんな感じで。二どっちにいるかわかんないんだからね。だから、映画館に行くか、劇場に行くかと。これどっちかですね、ラベンダー B さんは。で、これってまさに普通の同時版ゲームと同じですよね。一戦の巣で二人が映画館に行くか、 とにかそれもこうだから無理すれば、まあ、無理してるわけじゃないけど、まあ、このゲームのキいで書くこともできますよとこの A と B 逆にしても同じですよね B がどっちにか決めて A はどっちにいるのかわからないでどっちにか決めるとこんな風に書いても同じことですよねで、A、この2つをつないだ点 これをです、ね、情報集合と。ただからこの2つのセットを情報集合と言います。点の集まりですね。でそのメンバーがこの点、上の点と下の点と。でまあこれもね、情報集合って考えてもいいね。1個しかメンバーがいない点と考えてもいいしね。まあそれはまあまた次回やることにして。あれ書き方としてはね、こうやってまるで囲うやり方もあります。本によって違う。まあ好みがあると。 で次、天才打者じゃない普通の打者とピッチャーのケースで、これも投手が直球投げるか変化球投げるのか知らずに、だからどっちにいるのかわからないで、直球を待つか、変化球を待つかと、これ決めるんですね。ということで、この情報集合と。 結ばれた点の集まりを情報集合と言いますよとで情報集合を使えば同時手番ゲームもゲームの機能の中で表現できますよと、まあなたかもこれ A が先 B が後で意思決定したみたいに見えるけどもそうじゃなくて、まあ、同時とみなしていいですよね相手はどっちプレスするのか分からずに意思決定するんでで,でただこの情報集合っていうのを使う場合にはちょっと注意点があって ある情報集合に属する複数の点から伸びる枝の本数と行動の内容はどの点も同じと。これ何言ってるかっていうと、これね、この点から B さんが映画館に行くか劇場に行くかですね、上の点だったら。下の点も映画館に行くか劇場に行くか。両とも2個で同じ内容ですよね。で、そうじゃなきゃおかしいよと。例えば上に行ったら選択肢3個になっちゃうとか言ったら、 この人選択肢が3個あるのを見て上にいるって分かっちゃいますよねだから分からない以上は意思決定の数もその内容も同じじゃないかおかしいよねとでこの下も同じね直球と変化球ですよね打者は相手は直球投げようが変化球投げようがでそれを書いたのがこの下の点で、えー、もしそうじゃなかったらと どっちにいるか分かんないのに片方は意思決定の数が違うとか内容が違うとかなったらその人は選択可能な行動を見ることによって自分がどっちにいるか分かっちゃいますよね。なるちょっと変ですよねあの分からないからこう点線でやってんの。でねじゃあ練習問題で上手部を使ったゲームの機能書き方の練習でえかくれんぼを考えましょう。で太郎くんはドア X かドア Y にかくれます。 二郎君はお兄ちゃん探してドア X かドア Y を開けます。で、次郎が開けたドアに太郎がいなかったら太郎、隠れて成功ね、隠れの成功でプラス1と、次郎はマイナス1と。で、次郎君が開けたドアに太郎君いたら見つけたと。で、太郎君はマイナス1で、次郎君はプラス1と。で、ここで書き分けてほしいのは。 太郎がまず隠れんだけどその隠れているところを二郎が見ていなかった場合、まあ、普通のかくれんぼと、まあ、薄目を開けて見ていたとゲームの、えー、ゲームの木2つ書いてみてくださいで情報集合を使ってくださいねわかんないどっちにいるか分かんない場合には点線で結ぶというのをやってみましょうということでまた、えー、12分待ちますねはいじゃあ行きましょうか で、えー、まずじゃあ見ていなかった場合からいこうかでまず最初は太郎からですね太郎は x と y の選択肢がありますで x に隠れた場合と y に隠れた場合それぞれについて次郎が x を開けるか ワイを開けるかと、で利得はエックスエックスだと見つけられたのでマイナス一一で、でエックスワイだと見つけられなかったので一マイナス一で、ワイエックスも一マイナス一で、ワイワイがマイナス一一と、そして、えー、ここで二郎は お兄ちゃんがどっち隠れたか分かんないからこれを点線でこう結ぶんですね。これが、えー、見ていなかった場合で。ちゃんと情報集合から情報集合にこの2点ありますよね。郎ので両方とも xy になってますよね。意1桁2個あってどっちも。でその内容も同じと。 じゃあそれを見ていた場合はどうなるかもうこれこの点線消すだけね点線消したら見ていた場合とどっちにいるか分かるということになります次の話いきましょうでまあこんな感じでゲームの機能書き方分かったよとでここで脅しの効果というのを今日はやっていきましょうでこれ何かっていうとさっき新規参入の例ありましたよね で、ここで既存企業が脅すんですね。新興企業は市場に参入してきたら争うぞと。値下げ競争で潰すぞと。で、新興企業に主張したとしましょう。そしたら何が起こると考えるのが自然でしょうかと。まあ、さっきに得票を書きましたが、こんなんですよね。で、だから既存企業は、参入したら争うぞと、俺はこっちプレイするぞと言ってんだね。 じゃあ新興企業どうしようか。また既存企業は本当にそれするんですかと参入してきたらね。これを考えよう。また、えー、男女の争いの逐次手番の方ね、先に A さんが意思決定するケースで B さんが先に行く A 君にこんなこと言うんですね。えー、まあ私はどうしても劇見たいんだよと。 A 君が映画に行こうが行く前が関係なく自分は劇に行きますよというのをあらかじめ言っておくんですね。で、これ何が起こると考えるのが自然ですかと。つまりこれね、えー、私は B は何があっても劇場に行きますよと。じゃあ、A さんどうしようか。 これで A さん、あ、そうか、じゃあ、一人で映画館行ってもしょうがないから、劇場行くかなと。本当映画見たいけど、となりますかね。ただこれ、脅しなんですね、B は。あの、劇場がどうしても行きたいからね。あれ、これさっきの新規参入企業も同じで、入ってきたら争いよと。だから、新規参入企業、新興企業は怖いから、マイナスは嫌だから、 じゃあ諦めるかとなりますかねという話ですねで最後手榴弾のゲームいきましょう A さんは B さんに1万円あげるかあげないか決めて B はおい1万円くれよとくれないと手榴弾爆発させるぞともろとも死んでやると主張しているよと何が起こると考えるのが自然ですかと これで,す、ね、で何言ってるかというと B は1万くれなかったら俺はもう爆破させるぞとじゃあ怖いですね A さんしょうがないじゃあ真の嫌だから1万やるかとこっち選ぶとなりますかねという話ですでこれ3つのでやりましたけども共通点があります次のような特徴を持ちますよと まず、プレイヤー1、最初にプレイする人ね。深呼企業だったり、A さんだったり、まあ、映画の A 君だったりね。で、これ、プレイヤー1がコードをつ選ぶよと。で、これ、アクションなんで A。で、1、んのアクションなんで A1 とかこうか。で、プレイヤー2は、それを見ます。1万円あげるとか、映画館行くとか、劇行くとか、あるいは参入するとかですね。 で、プレイヤーにはそれを見て、自分のコードを選ぶよと。で、A に対する、A1 に対する、ベストなコードを選ぶんですね、a に。ただ、まあこの、このケースによっては選択しない場合あるけどね、こっち選んじゃったらもう別に B3 コードないんで、えー、既存企業はないんでね。ですが、まあ、こっち行ったらありますよね。で、その2人のコードの組みによって、どの、 端っこの点に行くか決まってそれぞれの利得が決まりますよねでこんなゲームだと何が起こるのが自然だとゲーム理論は考えるんでしょうかという話をしましょうでこれですねまず後ろ向きの機能法というやり方で、まあ、こういう問題は解くことができますでプレイヤーにはまずプレイヤー1がこう行動したらこう行動しようと。 またこう行動したらこう行動しようというようにしてプレイヤー1の行動をそれぞれに対して自分のとこを最大にする行動を選ぶはずなんですね例えば、えー、映画館の例 A 君が映画館行ったら私は映画と劇どっちがいいかな映画の方がいいですよねだから A 君, A 君が映画館行ったら B さんは映画行くとじゃあ A 君が劇に行ったら私も劇行くと ちゃんととてますよねね相手と同じ行動に、ね、それが、えー、プレイヤー2の行動の時にやるべきことだろうと。でこの行動今の例の場合には映画館に行くとか劇に行く、A、B さんがねこれは A さんがどっちに先に行ったかに応じて変わりますよね相手と同じところに行きたいわけですから。でそれを見越して1さんを考えるんですね 二三は自分がこう行動したらこっち行くなと。自分がこう行動したらこっち行くなと。じゃあ私はどっちがいいんだろうかと。で、そうやって相手はこっち行動したら相手はこう行くだろうから、じゃあ俺はこっち行ったらこう儲かると。反対行ったら相手はこう行動するから、じゃあ俺はいくつ儲かると。じゃあその儲かる方を選べよね、自分にとって。ってことでプレイヤー1は、プレイヤー2のそのような行動を見越して、 自分の選ぶ戦略に対するプレイヤー2の最適反応を考慮にするんですね。考慮に入れると。つまりですね、A さん、A 君が劇に行くか映画館に行くときには、自分が映画館に行ったら B さんは映画館に行ってくれるなと。自分が劇に行ったら B さんも劇に行ってくれるなと。それを考慮した上で、じゃあどっち行こうかって決めるんですね。で、そこでこのプレイヤー1っていうのは、プレイヤー2の脅しに、 脅しを信じないってどういうことかというともしもその点に行ったら相手は損する行動をするよって脅してくるかもしれないんですね私は何があっても劇行きたいから劇行くよとこれ脅しなのねなぜなら実際に A 君が映画館行ったら相手にとってのベストは劇じゃなくて映画,映画だからただからこれ嘘なのねあなたが映画行っても私は劇行くよってのは脅しなのね らそんんなな信じないんでで、すねで。相手は自分から後にプレイする人はその人にとって得になるように行動すると考えて自分の意思決定しますよというのがこの後ろ向きの機能法の考え方ですで実際これやってみた方が分かりやすいですね企業の新規参入へ行きましょうで既存企業はもしも参入してきたら争うよと言ってるんだけど本当かよと 既存企業にとってみれば、この意思決定するときに、争ったら価格競争で自分も損しますよね。ですが、争わない方が得ですよね。まあ相手にしちゃう場合の、まあ尺かもしれませんが。ということで、これ、不登校で言えばこうですよね。既存企業は自分の意思決定するときには自分の利得見るんでね。右側が既存企業の利得なんで。だからどっち選ぶかって言ったら、こっち選ぶんですね。 争うよって脅しといても実際にはこっちへ行くはずだろうと下へ行くはずだろうと争わない行くはずだろうと。ということで既存企業はもしも自分の手番になったら自分の利得を比べて争わないだろうと実際に既存企業は争わないだろうし新興企業はそれを予測するんですね。 自分が参入したら相手は争わないだろうと。なぜならそれが相手にとって得だからと。いうことでここに行ったらこの既存企業の意思決定になったらもうこっち選ばれないだろうと考えるんですね新興企業は。じゃあこの可能性は消えたから新興企業は意思決定する時にどうするかっていうと参入しなかったらゼロ自分の利得が左側なんてね。 参入したら相手は争わないので2だろうと。じゃあどっちがいいかな ?2 と0で。2ですよねと。だから深呼吸はこっち選ぶだろうと。参入選ぶだろうと。ということで実現する結果はこれになるだろうと。この濃い線の方ね。これが実現するだろうというのがこの後ろ向きの機能法で予測される結果なんですね。で次。 逐次手番の男女の争いの例行きましょう。で、これ、まあ、ゲームの機械とだ,だけね。で、ここで、えー、B さんを脅すんですね。私、絶対劇場行きたいから、あなたが映画館行っても、劇場で待っててくれても劇場行けようと。主張してんだけど、それは本当に実現するだろうかと。で、実際にその時になったら、B さんは電話を受けるんですね。もう A 君がね、映画館いるよと。 それでも劇場行きますかと一人で劇峰に映画館に行くのが楽しいですよねだから B は A が映画館に行ったら映画館に行くこっちが B にとって得なんですねそれはこの B の利得が1が劇場に行く0よりも大きいからねだから A が映画館に行ったら B は映画館に行くんですねだからこっち脅しに は選ばれないとでじゃあ実際劇場で待ったら今度は劇場で待ったらどうなるかとそれは当然劇場行きますよね0より2の方がいいですから劇場行くとでこれを B は行動するこう行動するだろうし A は自分の意思決定の時にこれを見越して意思決定するんですね A は映画館に先に行って待ってたら B ちゃんは映画館に来てくれるだろうと。だから2もらえるなと。ここでは自分の利得見ますよ。自分がどっちが得か見るんでね。劇場に行ったらどうなるかなと。劇場に行っても B さんは来てくれると。で、まあ1の利得得得られるんだけど、じゃあこの2と1だったらどっちがいいだろうと。2の方がいいですよね。だから実現する結果は、 A は映画館に行って、B に電話して B は映画館に行くと。で、二人で映画を楽しむと。で、ただ一応ね、こっち行ったら何があるかっていうのを書かなきゃダメですよね。もしも劇場で待ってた、え劇場に行った場合には劇場に来てくれるんだけどと。だからこれが実現する、えー、結果なんですね。で、実現する理とかこれで、実現するパスはこうね、こう行くと。 ただまあ一応、えー、もしも劇場に行ってたらどこに行くかというのをこれも書かなきゃだめねでじゃあ最後手榴弾による脅しこれを考えてみてくださいじゃあまた12分待ちますねまず B さんはここでどう行動するのがいいでしょうかと B さんは金くれないと爆発させるぞともろとも死んでやると言ってるんですねで実際その濃度、えー、この点になったら どう行動しますか、ね、でそれを見越して A はどう行動しますかねというのをやってみてくださいはいじゃあ答えいきましょうでまず B さんはこの自分の意思決定の時どう意思決定するかというと自分の利得は爆発させたら自分も死んじゃうんでマイナス無限大とで爆発させなければゼロですよねだからまあ一応口ではねお金くれないと爆発させるぞって言ってても 実際その点になったら爆発させないんですね。ということで B はここを選びます。じゃあそれを見越して A はどう行動するかと。もしも1万円渡したら A さんの利得はマイナス1。でお金渡さなければ、えー、爆発させられちゃうんだったら渡した方がまだましだけど。 実際その時になったら B さん爆発させないんですねだから0だろうと何もしないだろうとじゃあどっちがいいですかとマイナス1と0を比べて0とじゃあこれを選ぼう渡さんを選ぼうということでこれが予測される結果ですねまあこれで今日の話はしまいだけど今日の課題の話しとこうかでちょっとねこれあのさっきの 共有地の悲劇の話で A から順番に決めるって話なんだけど、えー、これの場合には、ね、人数が増えてますよねこれもやり方は全く同じね最後の方から始めて D から始めよう。D は例えばねここで同意思決定するかっていうと D のりとか一番右ね90と共有地に連れてきたらすでに3人連れてきてる状態で自分の牛も共有地連れてきたら90になっちゃうけど連れてこないで自分のところで育ったら100ですよね。 だからこうなるので、この点に来たら D は自分のところを選ぶだろうと。でこれを全部やっていくのね、D さん。じゃあここの点行きますか。この点だと、もしもすでに二頭しか共有値にしいなかったら、C さん釣れてきてないんでね。自分のし連れてきたら百五になるけども、連れてこなかったら百なんで、あこれだったら連れてきた方がいいなと。 で同じことをこの D のそれぞれでやりましょうそうすると枝が残りますよね残った枝が出てきますよねじゃあ今度まあだからトーナメントみたいなイメージねこれが勝ち上がりと。 で次じゃあここ C の意思決ていきますよここだったら A が共有値連れてきて B が共有値連れてきた後だと C はどうするか今度は C は自分も共有値に連れてったらこっち行ったら共有値が3人になるんで C のりとここね105ですよね一方自分の牛を自分のところで育てたら100のまま だから105のが大きいよねと。だから C は共有値に連れていくだろうと。こんな感じでこう遡っていくのね。でここもあとはトーナメントね。でここもどれが勝ち上がるか分かりますよね。これも分かってじゃあ今度は B はどっち行くのかと比べるんですね。こっち行ったらここですよね。B は105ですよね。 で、右行ったら、この右で勝ち残った人の2番目の利得、どれかですよね。で、大きい方を選ぶだろうと。いうことでやっていけば、このスタートのこの A の地点からつながる1本だけ線ができますよね。最後の、えー、パスまで、最後の端点まで行くパスが1個できますよね。で、それが実現する結果だろうと。で、その結果においては、A さんは結局連れてくるの、連れてこないのと、旧位に。 B はどう ?C はどう ?D はどうと。それを答えてくださいというのが今日の課題です。でですね、だからこれ A さんは不安になるかもしれないですよね。確かに今1番目で最初に決定して牛釣りてくるよと。でももし牛釣りできたら他に後から B さん、C さん、D さんも全部釣りてきて救助になっちゃうかもしれないですよね。なりますかねそれは A さんは将来予測するんですね。 もしも牛が自分が牛を連れてきた後、他の人たちは連れてくるんだろうか彼らにとって連れてくるのは得なんだろうかと予測してで得なんだったら、えー、ごめんなさい自分が連れてきても大丈夫なんだったら連れてくるだろうとそれを先読みすんですね A さんはだから A さんはこっち行ったら高こ々行って利得いくつだろうとこっち行ったら高こ々行で利得いくつだろうだからこっち行こうとそんな感じで決めるんですね後の人はみんな合理的に行動すると考えて自分の意思決定を決めると ということで今日の話をまとめましょうかで今日の話ですがプレイヤーが次のように行動を決めるような動的なゲームダイナミックなゲームがちくじ手番ゲームですよとでそれは他のプレイヤーの過去の行動を見てあなたは意思決定するんですね、まあ、自分が最初の手番の人じゃない限りはね でまた自分の意思決定するときには自分が最後の人でない限りは自分が行動をした後それを見た他のプレイヤーがどう行動をするかとそれを予測して意思決定するんですねただこれさっきの A さんそうですよね劇場の話ね自分がどっちに行ったのかを見た B さんがどう行動するかを予測しながらじゃあどっち行こうかって決めますよねでこんな蓄字手番ゲームっていうのはゲームの木によって表現できますよと で、ゲームの木は、えー、ルールありましたよね。ゲームの木っていうのは、点とそれらをつなぐ枝でこう、えー、構成されると、表されますよと。で、ルールありましたよね。あの、一度分かれたのが全くつかないとかね。まあ、それらは、まあ、ちょっと省略しますが、まとめでは。で、じゃあ、こういうゲームで、プレイヤーはどう行動するかというと、利得が決まる、最後の点、端点から、 後ろ向き機能法を使って行動を決めると考えられるんですね。これやりましたね。D さんの最後からこう後ろ向きを使ってやっていくよと。で、後ろ向き機能法では脅しに屈するかと、まあ、屈するというか脅しを信じるかというと脅した通りに行動するのが後のプレイヤーにとって得にならないような場合はそれは根拠のない脅しなんですね。 だってそいつそ,う行動者そいいつつ行動損するんだからだからそういう根拠のない脅しっていうのは脅された側は無視してで自分より後の人たちは合理的に得になるように行動するものと考えてで何が起こるか予想して自分の意思決定するとという流れになりますね。ということで今日のお話は以上です。